地域資源ブーレイ。さあくれ、取りますし、俺のピッチルどこ、よいしょ。マグクラ兄弟の幸せを祈願いたしまして、じゃりーん、甘くら大病チェッ、おもてなし。はい、どうも、改めまして、マグリでございます。皆さん、お元気でいらっしゃいましたでしょうか。今日はですね、今日ですね、マルチの収録を行うので、その事前準備ということで、今、撮影を行っております。今日は事前準備といってもね、まあ、いろいろとやっぱり5人、一応ね、何人来るの、今回4人来るのかな ?4 人来ることになっているので、その、来られる方々のですね、道具とかですね、まあ、もろもろをね、準備しないといけないので、まあ、収録外でもまあ、少しだけ出していただいたんですけれども、まあ、とにかく、マルチの収録があるので、そこまで時間がないというところだけね、ご了承いただきまして、お願いいたします。エリトランチャーの近くにチェストを置いてエリトラ入れておけばエリトラなくさないんじゃないですか。まあおっしゃる通りなんですけれども、結構私ですね、エリトラを使ってのですね、こういう移動が好きなんですよ。こう走りながらこう飛ぶみたいな、走りながら飛ぶみたいな、これで見ると走りながら飛ぶみたいな、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 これがね割とね早いんで、普段から身につけさせていただいております。昨日のアンケート、こちらマグクラどっから見てる、一番多かったのが1ぐらいからってことでですね、まあ私が昨日動画の中で、1から改めて見てくださった方は1でいいよねみたいな話をしたから、多分こういう結果になったんだとは思います。まあでもね、答えてくださったのが5600名ということでですね、1が一番多かったっていうのは私の、的にはですね、結果的に嬉しかったというお話でございます。で、今日はですね、こちら、好きなモンスターをアンケートしてみたらどうでしょう、ゾンビ、スケルトン、クリーパー、クモ、エンダーマンということでですね、モンスターををですね、モブ、敵モブをですね、ラインナップしておきますので、皆さんぜひ、お答えしてください。ではですね、歩きながら、ちょっとおしゃべりにお付き合いいただければと思います。今日はですね、この後、まあ先ほども申し上げましたが、マルチの撮影を行うにあたってですね、まあいろいろと Mac の不要なファイルを消してみたりとか、マインクラフトの設定もちょっと見直してみました。ビデオ設定も、まあ、秒画距離はまあ4ぐらいにしとこうかなと。で、フレームレート無制限にしてみました。これ60にした方がいいよみたいなお話もあったんだけど、まあ、とりあえずこの無制限にすると、ここご覧ください、最低負荷ってなってるんですよね。まあ、とにかく負荷を軽くした。で、スムースライディングっていうのも最小っていうのにしてみた。オフにしようかと思ったけど、まあ、そこまでする必要ないかなということで、ここを最小にして、他はですね、設定、まあ、細かく触ってないんだけど、まあ、アニメーションとか消してもいいかなみたいなところはあるんですけども、まあ、とりあえずですね、ある程度やらせていただきました。無制限にするだけで結構軽くなったような気はしているので、まあ、どうにかですね、切り抜けられるのではないかと思います。今この状況、私がシングルプレイでですね、こうやって収録しながら喋ってる状況っていうのは、立ち上げてるアプリの数がですね、ラディオキャストというアプリでしょ、で、マインクラフトでしょ、で、OBS というね、録画ソフト、最近そっちで録画しております。で、そしてメモ帳ですね。メモ帳はまあ、Mac にプリインストールされてる、Apple 仕様のメモ帳なので、そこまでメモリを食わないとは思いますけれども、あとは、そうですね、そんなもんかな。まあ、あとサウンドフラワーってやつは常時入ってるから、まあ、たとえ、負担にはならないと思うので、はい、そんなもんなのでございましてですね、これプラスサーバーを立ち上げないといけないんですよ、ね、サーバーに対して、今こうマインクラフトに対してご覧ください、メモリの割り当てがですねこんな感じになっておりまして、今8ギガ割り当てております、はい、そして、サーバーの方ね、自前のサーバーです。パソコンで立ち上げるとそのサーバーに関して2ギガ割り当ててます。で、私の PC のスペックは後ほど見せようと思ってるんですけど、 16GB のメモリが入ってるので、まあなんとかなるだろうと。まあ録画自体にもマシンスペック、マシンパワーを使うので、どこまで持つか分かんない、めちゃめちゃカクカクになる可能性も確かにあるんですけど、マグタウンを移動して、メサのねバイオームにさえ行けば多分マシンにはなると思うので、思っているので、まあその辺はですねご覧いただければと思います。で、今日収録して明日もしくは明後日に公開みたいなことになると思うのでね、その辺もね、ぜひご期待して待っていただければと思う次第です。マグクラ兄弟の誕生日をお祝いいたしまして、いただきます。パク、なくなった、あっておます、カチッ、お誕生日おめでとうございます。皆さん、あれちょっと音が出た、大丈夫ですね、1年を願っております。より良い1年を願っております。ちくしょう、花火の音に惑わされてしまった、ごめんね、みんな。集落が一番のコーナーということで、そこまでできなかったんですけれども、ある程度やらせていただきましたので、ちょっとご覧いただきましょうかね。はい、ちょっと一泊してまいりました。危ない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 、危ねえ、入るんじゃないよ。
ちょっとまあうるさいんだけど、まあとにかくね、お客様がね、たくさんいらっしゃるということで、ちょっと気持ち悪いところを整理してみました。こことかですね、道なかったんですけど、道を作りましたね。ムーチャンハウスまでの道とかね。で、あちら側は何もやってないんですけれども、私のゾーン、この村人ゾーンはね、そこまで手をつけてもしょうがないので、こちらですね。はい。こちらの道。ね、ある程度整備させていただきました。この辺は変わっていません。で、ちょっと足りないなと思ったところにですね、間接照明、隠し照明の方をね、入れさせていただいております。で、こちらも昨日、やり残してたら砂埋めて、埋め込み照明を埋めたりとかですね、ここも道を作りました。こちら側にね。で、これをですね、抜けていくと、はい、こちらをこう抜けていきますよね。こう抜けていきますと、こちらにも道がございまして、こうすることによって、こう、まあ、一周できるということですね。はい。ちゃんと足りてる？あ、もう足りてないわ。もう足りてないわ。これもちゃんとね、やんないとダメだ。で、こちら側は特に何もしてないんだけど、ちょっと無駄に出ていた、道、ここにあったんだけど、それをね、ちょっとなくした感じですね。はい、養鶏場と焼肉製造機がなくなっただけで、相当軽くなったと、実感しております。まあ、とはいえ、まだ重たいのは重たいですけどね、ちょっと FPS ご覧いただきましょう。ここ30ぐらいですね。この、動きながらのほら、もうでも60ぐらいになりそうな感じでしょ。うん、まあ、割といいですよね。はい、あとはやったところといえば、はい、こちら倉庫にやってまいりましてですね、いきます。今日のマグズボックスガン。はい、ここにですね、お客様のですね、いらっしゃるので、こうエンダーチェストと、ダイヤと、ダイヤのツールを作るよ出るようにこう用意させていただきました。これで全てを補えるかどうかっていうのはちょっとよくわかんない。食料もね、一応用意したんですけど、補えるかどうかわかんないですけど、まあ、とりあえずシルクタッチのね、ツル橋ぐらいのみんなに一個ずつ渡るぐらいにはしようかと今日、考えております。なので、ちょっとシルクタッチのちょっとエンチャントも探しに行こうかっていうことなんですけれども、はい、今日もいただいております画像紹介に参りたいと思います。はい、私の LINE のアイコンかな、ツイッターとか LINE に使ってるアイコンをですね、マイクラで再現してくださいました。サバ村発展祈願ということで、素晴らしい美しいメサをなんか描いてくださいましたね。楽しみですね。まだ私自身も収録してないのでですね、どうなるか非常に楽しみでございます。セクションオブエンチャンティング、エンチャンティングでいいのかな、エンチャントのコーナーのやつですね。英語で書く、おしゃれ、しかも色合いもなんかいい感じ。はい、ホナーですね。いいですね。うん。そして、コメミですね。私とカズさんです。これ、こういう、しかもこのコメミっていうのを白樺のドアで作ってくれたんですね。一番人気のね、白樺ですよ。はい、それではですね、本ネタの方に突入したいと思います。はい、お伝えした通りですね、皆様のちょっと、シルクタッチのね、ピッケルを作ろうかなと思います。だから、エンチャントレベルとか貯めてる間ないと思うので、一応シルクタッチのツールぐらいは用意しておいた方がいいのかなと、私が。思った次第でございます。で、あとはですね、皆様自由にですね、剣とか、何でしたっけ、ね、シャベルとかっていうのはね、作っていただければと思っていて、来た時にね。だからちょっとシルクタッチ探そうかな。シルクタッチだけでも一応ね、効率じゃなくて、耐久とかもつけたいなと思うんだけども、ちょっと数が足りればの話なんですよね。もうシルクタッチだけにしとこうか、今回はね。で、収録しつつ、必要であればですね、ちょっと追加していくような形にしましょう。わー、2つしかないのか。ね、ってことは今からシルクタッチのエンチャント本ゲットしに行きましょう。もしかしたらあちらエンチャントのね、じゃあエンダーマンの場所にですね、トラップにですね、もしかしたらシルクタッチのやつが残ってる可能性もありますけど、まあね、それよりも、確実にゲットしておいた方がいいでしょう。あと3つ。あー、無理だね。はい、もうこれぐらいでいいんじゃない？もうすぐ2スタックだけどね。はい、これぐらいでいいと思います。それではちょっとシルクタッチをいただきに行こう。シルクタッチのコストが確かそんなに良くなかったと思うんですよね。ここにいる方はね。もうちょっと安くくれるね。師匠さんっていうの知ってる。あ、1、2、3。あ、いけたー！はい、これでね、シルクタッチが5つ揃いまして、で、ピッケルをじゃあ作りましょうね。どうすっかなー。エメラルドで作るか。ね、一応ですね、今からね、ちょっと鍛冶屋さんのとこ行くんで、炭も持ってきております。ツルハシを5つだね。ってことは、10個ゲットしないといけないってことになりますね。エンチャント、あ、そうかそうかそうか、いや、そんなことないぞ。ツルハシ、ツルハシ、そうだそうだそうだ、ほら、耐久さんのツルハシを5つもらえばいいんだ。あ、ほんとだ、そっちの方が圧倒的に賢いじゃん。あ、高音ついちゃってるのかな。高音ついてるとシルクタッチつけられないじゃん。あ、いた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 、あ、持ってる。あー、効率2か。そんな贅沢言っても言ってない。でも100人ぐらいおるからどっかで見つかんじゃないかなと思うんだけど、頑張って探しましょう。カジヤさん、カジヤさん、おおお、あー、微妙ですね、これは。さあ、ムーションの方に行ってみましょう。ちょっと村人が多すぎてうざいね。ちょっと7階までやってきましたけど、
まだいるもんね。わあ、武器カジか。すげえな、まだ上いんのかな。でも10階ぐらいまでおっと、おっと、いた、うわっ、いた、いた、いた。おお、成長してない。ここ何階だ。お、こっちにもいる。わあ、武器カジか。もう11階ですよ、皆さん。11階までこうやって登ってくるんだよ。すごいよね。ムーションがすごいっていうところがね、分かっていただけると思う。さあ、喜べ、喜べ。さあ、もう1回喜んでもらわないといけない。よーし、こんなもんでどうだ。喜べ、この野郎。あれ、やばい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 。喜ばないとまずい。お、あ、視力バッチついてる。これはゲットするしかない。さあ、くれ、ツルハシくれ。よし、こんなにツルハシをゲットしたのは初めてだぜ。ありがとうよ。よいしょー、すげえゲットしたよ。これシルクタッチのこの本意味なくなっちゃったね。これじゃあ返しに行こう、あっちにね。はい、シルクタッチここに全部入れときます。よし、見てくれ、このツルハシの数を。これをですね、合成させて、いい感じの強いのに変えます。で、5人分のピッケルはこれで完成することになりますね。素晴らしい。とりあえず、じゃあエンチャントのコーナーじゃないけど、エンダーマンの場所へ行きましょう。今気づいた、1個俺のツルハシだったから、もう1個ゲットしてこないとダメだ。うわー、ゲットしに戻るんだけど、ちょっと必要なものですね、手直しもやるので、その手直しに必要なものをですね、ちょっと今かき集めております。ここにお目当ての、いたー、まだ同じところに携わって、携わる、いらっしゃいました。いただきます、ありがとうね。うー、焼き鳥が美味しい。はい、それではね、揃いましたので行きたいと思います。まずはツルハシをですね、合成にあちらへ行きましょう。あ、マグロ行きます。あーさ、まずはですね、一個ずつちょっと合成しましょう。名前はもうそのままでいいよね。うわ、コスト17もかかるんだって、一個につき。やっべ。まずはとりあえず一つ目、さあ食べるぜ。さあ最後のピッケル、いいよ、よっしゃー、倒すだけ倒して、じゃねー。で、結局ここ戻ってくんやったら、手直しのやつ今さっき持たんでよかったやけー。おやすみ。はい、それではね、ここに、おもてなしピッケル入れときましょう。よし、はい、一応これでいいんじゃないかなと。まあ初めてなんでね、ちょっと他にもいるもんとか多分あるんだろうけど、今思いつく限り、時間的にもそろそろやばいところになってきておりますし、俺のピッケルどこ行ったんや。そういうわけでですね、ぜひ、マルチを楽しみにしておいてください。今日だと思ってた兄弟もいたと思うんだけどね、今日収録なんでね、はい、収録してすぐ公開できるっちゃできるんだけど、まあ一応何があるかわかんないんでね、マルチだからね、収録できてなかったみたいなこともあるだろうからですね、リスク回避でちゃんと今日は、マルチ前のちょっとやることということで、この動画を撮らせていただいておる次第でございますよ。手直しリクエストのコーナー、はい、というわけでね、こちら、ご覧いただきましょう。はい、ご覧ください。これが、グラフィックボードです。モバイル用のグラフィックボードが付いている iMac にはということですね。27インチの iMac でございます。で、ストレージに関しては、まあ、こんな感じ。3テラなのですごいですよね。で、メモリもだから 8GB、8GB って、これまだ増やせんすよね。はい、プロセッサーに関してはこんな感じになってます。ちょっとね、シリアル番号だけモザイクかけておきますけれども、3.5GHz、インテルコア i7 ってやつですね。だから CPU も悪くない。グラフィックスもまあそこそこ。で、メモリもなかなかある。で、容量も多い。結構まあスペックの高い PC となっております。はい、とはいえですね、まだまだWindows のがっつりゲーミングPC にはかなわないので、まだまだ、夢を見ております。こちらです。ご覧ください。行きましょう。なので私はガラス、そして黒曜石を持っているわけでございます。あう、あう、ここもちょっと扉の位置変えました。行くぜ。はい、いつもはですね、ここからですね、こう歩いてね、トラップタワーへ向かっておりました。で、今回ね、マルチで来てくれるメンバーの中に、すげえ赤石に詳しい人がいるんですよ。ね、もうそれで大体ご察しが、ついた方もいらっしゃるかと思いますけれども。ね、なので、このトラップタワーまでの行き道をですね、なるべく簡潔にしようということで、今回、こちらのですね、手直し、リクエストをですね、採用させていただいた次第でございます。まあ、どのあたりに作るかなんですよね、結局ね。どうしようかな。ここに出てくるのがセオリーだよね、多分。まあ、ちょっとね、ネザーゲートがうるさくなるかもしれませんけれども、これでですね、はい、いい感じになったんじゃないかなと思います。で、一点ここでね、ゲートを作ります。で、そして、これ入らずに、ちょっと今のポジションを確認しましょう。はい、ポジションがはっきりいたしましたので、こちらからは入らずですね。そうですよ。あー、焼き鳥が。もうこの氷の道もね、通らなくて良くなるわけです。
なんでもっと最初からやらなかったんだって話なんだけどもね。やっぱりね、きっかけ、何度も言いますけど、きっかけが欲しいだけね。自分でやらないときは誰かに背中を押してもらうね。それ大事ですから。はい、こちらでございます。で、計算したポジションまでいければ OK ってことなんですけど、545ってことはここか、ここだな、こっち側だな。ガラスたくさん持ってきたんでね、ちょっと行きましょう。うわ、なくなっちゃった。まあいい、とりあえずちょっと試しに行ってみよう。 Go！ さあ、しっかりとトラップタワーに出てくるだろうか。計算が違ってなければ、よっしゃー、 OK だね。これでいつでも自由に行き来ができるようになった。じゃあ帰りまーす。あ、ガラスここにあるんじゃない。おお、ナイス、 OK！オッケー、これでガストから攻撃されずに済むぞ。はい、これでね、ネザーゲート3つになって、分岐していつでも行けるようになりました。あったね。はい、ね、それでは最後、こちら。ね。この丸石をね、セットしに行って、今日は、マルチの準備は終了ということになります。まあね、直接関係ない内容ではございますけれども、こういう細かいところがね、やっぱりね、すごく大事だと私は考える次第でございます。おお、というわけで、長い時間をかけてまたこちらの方にやってまいりました。ダン！よーし、これで左右のバランスが取れました。アンバランスかつバランス重視。おやすみ。よいしょ、というわけでですね、今日はこの辺りで、終了させていただきたいと思います。あそこにね、ちょっといっぱいってモブがいますけどもね。ここにみんなをね、集めてここをちょっとね、開拓していこうというね、作戦でございますので、どのような結果になるのかはですね、皆さんぜひね、明日、もしくは明後日の動画を楽しみにしておいてください。本編の動画と別に出す可能性もあるかもしれないけど、まあ、その辺はですね、私の都合によるということで、必ず一つは動画がアップいたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。よし、もうそろそろ、撮影収録の準備しないと。それでは、また次の動画でお会いしましょう。あ、よいよー、これんに木を叩け。最後までご覧いただきまして誠にありがとうございます。ほな。